皆さんどうも、霧島です。では今回もフライシェーン続き遊んでいきたいと思います。ということで、そうですね、今回はこちらの、洋館っていうんですかね、森の洋館、こっちをちょっと攻略していこうかなと思います。で、一番最初どこだったら、多分こっちかな、確か。で、この、この中に出てくる敵はそこまででもないみたいですね。あれ？あった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 。ちょっと、危ない危ない危ない。ちょっと二人して。襲ってこられてもちょっと困るんですけどね。いや、普通だな。たまたまさっきは一発二発ぐらいで倒せただけっていうことなのかな。ちょっとこのゾンビ生存させておきますかね。ちょっとどうなるか分かんないですけど、さあさあ行きましょうかね。じゃあ、まあそうですね、まずは1階のトイレ、こっちじゃないな、あっちだな。ただ今電気がどっちについてるんだ。いや、もうそのまま行きますかね。たで、これで鍵を入手と。さて、ちょっとどいていただかないと出れないんでね。おお、いきなり目の前に現れよったな。で、ちゃんとトイレを閉めて、よいしょ、 OK。 さて、これが客室の鍵。そうですね、客室の鍵はもうこのベッドのマークが刻まれているところなので、3箇所ですね。ただちょっとその前に、あ、まだ行けなかったかな。いや、行けますね。これでちょっと、そうですね、1階に、個室ですね、個室の方をちょっと電気つけておきましょうかね。で、ここに制御室の方法と、あとワイヤーですね。まあ必要そうなやつはね、もうどんどん取っておきますかね。あとでどこだったかなって探すよりは、まだ持ってた方がね、いいので。さて、これでもう1階の部屋の方ですかね、にはもう電気がついたので、もうさっきの亡霊ですかね、もうあれは出てこないはずなので。さて、マッチと、日報ですね。さて、生存させてるゾンビは、最後まで生存したままで、いるのかどうか。なんかここ、なんか砂というか土がなんかボロボロなんか出てますね。何かあるのかな。いや、そういうわけでも、なさそうですね。あ、ありましたね。ヒューズと図書室の鍵。で、サバイバルマニュアルと。さてさて、もう一つの部屋もね、もうついでなんで開けておきましょうかね。で、日記と。で、これは後々来る場所でもあるので。で、これでとりあえず、そうですね、客室の鍵 OK ですね。で、図書室。そうなってくると、今度は2階ですね。新たにね、一つヒューズを手に入れたので、それを使って、今度は2階。さて、これで、1個は2階の、個室と、で、もう一本は2階の通路ですね。よし、これで、2階は安全かなと。さあさあ、2階に行きましょうかね。で、この図書室の鍵、
あ、こっちか。ここですね。おっと、びっくりした。ここら辺りの雲は散発。もうとりあえずちょっと落ち着いて倒してから行きましょうかね。OK、これでまあまあ図書室の中にはもう敵はいないかなと。でまあここに燃えやすそうな本、それ以外は確かもうここはなかったと思うんですよね。そうですね。これもいつも聞くためにすごい怖いんですけどね。ドーンドーンって。で、あのこっちは開きますけどまだ行けれないんですよね。まあ、とりあえず開け、片一方だけ開けときますかね。で、こっちの反対側ですね。確か反対側にお風呂場かな。ああ、ありましたね。どっちだったかな。どっか鍵が。あったあったあった、これだ。で、これボイラー室の鍵と。なので、もう図書室の方はもう使わないので。さて、これで。まあそうですね、ここにあの鍵が、凍りついた鍵があるんでね、それをまあ手に入れるためにボイラー室に行きましょうかね。ここら辺も確か、あ、まあそっか、こっちも開きますけどもうこっちは入れないんでね。さて、ボイラー室に行きましょうかね。まああの凍りついてる、まあまあなんていうんですかね、まあ湯船というか、まあ氷を溶かしてやらないといけないので、このボイラー室の、ここがボイラー室ですね。おっと、その前に敵が出てこないように、どうしようかな。そうですね、こっちをもうとりあえずちょっと一回ね付け替えておいて、でまああのここはボイラーですかね。まあここだけしかちょっとね一個しか起動しないんで、ここにまあ燃えやすそうな本を、まあ、調べてやるとね、火が灯っていない何か燃やせるものでもあればということなので、まあ、この燃えやすそうな本を、まあ、置いてこのマッチで火をつけると、まあ、そうするとまあこれでまあボイラーが起動ということで、まあ、このボイラー室の鍵はもうこれで使わないので、ちょっと置いといて、その前にこれですね、取ってヒューズを2階の個室にちょっとセットし直して、さて今度は先ほどまあ行ったところですね、まあ、お風呂場あっちにちょっと行きましょうかね。でこっちか、まあ、そこにねあの鍵があるんですけど、まああの湯船に入っていたお客人が、客人が襲ってくると、まあそれを倒して、さて凍りついた、まあ、食堂の鍵ですね。よいしょ。さてさて、ちょっと自分もねちょっと食料、まあ、食事をしないとねお腹が空いてくるんでね。であのこちら食堂の鍵ですかね、まあ、このあのスープ、まあ、ここのとこなんですが、さっきどん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 音がしてたこれですね。結構怖いんですけどね、開けてやると、そうすると敵が襲ってくるんでね。さてちょっと順番に、対処して、そうですね、もう
一撃でまあ倒せるのであればね、それがまあ一番いいんですけど、まあ、倒せれないので、後ろに引きながら、まあ、順番に倒していくと。さあさあ、ちょっとどんどん倒していきましょうかね。あと2体かな。 OK、 よし、これで大丈夫ですね。さて、インゴは、ああまだ回収しきれてないのがありますね。よし、これで OK と。で、まあ、食堂の鍵はもうこれで使わないので、倉庫チェストの鍵ですね。そうですね、先ほど下行った時に、まあ、扉だけちょっと片一方開けてたあちらですね。まあそっちの方に行きましょうか。で、まあ、扉の方、入り口ですかね、は開くんですけど、まあ、なぜ中に入れなかったのかというと、この倉庫チェストの鍵、中のチェストですかね、いっぱいあるんですけど、その中のいくつか、1個、2個ぐらいかな、はこの倉庫チェストの鍵がないと開かないんですよね。それなんで、ちょっとそれが必要だったので、まあ、扉だけですかね、入り口だけ開けて、まあ、中には入ってないっていう風な感じなんですよね。なので、この、チェストの鍵を使って、その鍵付きのやつですかね、あれを開けましょうかね。この上だな、いつもね、なんかちょっと間違えるんですよね。 上と下とたまに混乱するんですよね。まあ、このこっちの、まあ、左側の方がね、まあ、上には温泉じゃないや、お風呂場ですかね、しかないので、ただ下の方がね、まあ、右側ですかね、右側のこの1階と2階が、まあ、よく混乱するんですよね。あれどっちがどっちだったかなっていうような。さあ行きますかね。で、まあこっちは階段かな、ついてるのと、この名札ですね。まあ、こっちの階段はまだ行けないんでね。で、確かどれだったかな、あ、これですね、キャタッツ。それ以外はそうですね、別に鍵がなくても、まあ、開くんですけど、もう一つあったような気がしたんですけどね、あ、布切れ、いや、あの1個だけですね。よし、OK。さあさあ、ずっとなんか雲の鳴き声してましたけど、上かな。で、これでそうですね、とりあえず倉庫チェストの鍵は OK と。さあさあ行きましょうかね。で、この脚立、まあ、どこに必要なのかと言いますと、まあ、この2階のこの何て言うんですか、こう紙のマーク、まあ、ここ入れないんでちょっとあれなんですけど、まあ、そこに、まあ、穴が開いてるんですよね。で、ちょっと微妙に見えないかな。あっこにチェストがあるんですよね。まあ、ただこの2階からでは行けれないので、そのちょうど下の、まあ、場所にあたる、いや、たまに敵出てきそうな感じなので、まあ、安全を期してちょっと付け替えておきましょうか。さてさて行きますかね。まあ1階の、まあちょうどさっきの、そうですね、部屋があったところの下の部屋、ここの客室ですね。ここは先ほど上から見てたところなんですけど、まあここで脚立を使ってやると。で、まあ登って、まあこのちらっと見えてたこのチェストですね、ここを開けるとバール、まあこれが手に入ると。で、降りて、で、ちなみに、まああってもなくてもまあ大丈夫なんですけど、まあ先ほどチェストの中から手に入れたこの、まあボロボロの布切れで、あとワイヤーで、まあこの長い棒切れ、あと一つアイテムですかね、まあ、この小麦のところかなにあるんですけど、まあ、ここにね、自分一番最初の時も全然気づかなかったんですけど、まあ、ここにボタンがあって、これをポチッと押すと、
アイテムが飛び出してくると。でこれが油ということですね。でこの4つを使って、まあ、何を作るのかと言いますと、まあ、作業台があるんでね、ここに、まあ、ここでこれをこれだけで、あ、できました、できました。消えている松明で、まあこの消えている松明ですかね、まあ火が灯ってない、まあもちろんこれどこで火を灯すかというと、まああの先ほど、まあ、本を燃やした、まあ、ボイラー室ですね、まあそこで、まあ、この火の灯ってない松明ですかね、これを使うと、まあ、通常の松明になると。まあこれそうですね、このアイテムは、まあ、あっても、まあなくても、まあ大丈夫なんですけど、まああった方がいいのかなと。まあその使う場所というのが、まああのその部屋ですかね、はあのさっきのヒューズで、まああの2階の部屋ですかね、あの電気をつくようにしてもつかない場所なんですよね。まあそこで、まあこの松明が必要だということなんですよね。でまあバールでここを壊してやると。でまあ開けて、まあこの部屋ですね、今2階にあのヒューズですかね、で電気がつくようにしてあるんで、まあ他の部屋とかはついてるんですけど、まあここだけ、まあなぜかつかないと。でそこでこの松明が必要になってくると。でまあここに斧が突き刺さってるんでね、これを、あ、まあ今回1回で取れましたね。これがまあマスターキーと。おっと、こっちじゃない、こっちだ。まあ、マスターキーで攻撃してもね、多分ダメージは入らないんでね、とりあえず、あ、そうですね、はい。まあ入ったらおかしいんですけどね、まあこのあのバールとかでも。さてちょっとちゃんとウッドアックスで攻撃して、これ F で持ってても大丈夫なパターンなのかな。ちょっととりあえず多分これ中に入らないとわからないと思うので、ああダメですね。ただあのこれだと攻撃ができないんでね。でまあ松明はもう使わないと。でこのバールも使わないと。で今回使うのがこのマスターキーですね。さて行きましょうかね。まあそれ以外のまあ部屋はあのトイレとかですかね、まああのあるんですけど、まああの行っても何もないと、まあ、トイレがあるだけなんでね。で、あの、まあ、多分自分一番最初の時だったかな、行った時にまあ忘れてたんですけど、このマスターキーで、まあ、ここが開くんですよね。今の状態だったら開かないんですけど、まあ、マスターキーを使って、まあ、開けることができると。まあ、そこに何があるかというと、まあ、ヒューズですね。ただ、おっと、出てくるのか、今まで出てこなかったのに。さて、あのゾンビ、一番最初のゾンビは生きてるんですかね、まだ。ちょっと見てみましょうかね。あれ？おっと、別のやつが出てきましたね。ああ、どうやらいなくなってますね。で、まあこのマスターキーで、まあ他のもう一箇所、まあ、使うところがあるので、まあ、そっちに行きましょうかね。さてと、まあ、そこがもう最終かな。そうですね。で、まあ、使う場所というのが、この階段のとこですね。で、まあ、このまま階段を登って、やる。ちょっとヒューズ入れ替えてこないといけないですね。3階はちょっと真っ暗なので、2階、あ、そっか、さっき1本ヒューズ手に入れたんでね、これを使ってちょっと3階の個室と3階の廊下をちょっと電気をつけましょうかね。まあもう2階の個室はもうあっこの階段ですかね、登るところだけなので、まあ大丈夫かなと思うので、
3回、あ、でもまあ1本残ってるのであればそのまま2回もこれでいきますかね。まあ1階と、まあ、2階の通路、2階の通路をまあつけなくても大丈夫かな。まあまあ大丈夫でしょう。もうすぐそこなんでね、ささーっと行きましょうかね。そこまで全然何も見えなくなるほど真っ暗になるわけではないので、まあまあちょっとね見えにくいかなっていうような感じはありますけど、さてもうさっさと行きましょうか。でここがもう最終3階ですね。でまあ、 各部屋にこうチェストが、まあ、あるので、このチェストを回収して、チェストを回収してというかね、まあ、こういうのの計画書であったり報告書であったり、まあ、日記とかですかね、まあ、いろんなこういうようなアイテムがあるので、これを回収して、で、まあ、ここがもうラストのとこですね。でボタンを押すと、まあ、どんどん壁が迫ってくるんですけど、まあ、ここから抜け出すことができると。さて、こっちかな。で、まあ、ここに行くとボスがいると。さて、そうですね、体力ももうマックスなんで行きましょうかね。で、ちょっとグワングワンってなるんでね。で、少しの間もうちょっと暗闇状態ですかね。まあちょっと吐き気がまだで、まあ盲目状態になると、まあ少しの間はねこれずっとまあ盲目の状態が続くんでね、多分こう下向いてた方が結構見やすいのかな。で、さっきまあ登ってきたところですかね、まあここを降りて、もうここのボス戦になると、まあヒューズとかですかね、まあ電気つけたりとかしてたんですけど、もうあれも全く関係なくなるので、で、まあ少し時間ですかね経つと、まあ見えるようになるので、まあ、そうなるまで、まあ、しばしの辛抱ですね。で、今ここがそうですね、2階のまあ2階と1階と2階のまあ踊り場になるのかな。で、多分もうじき、ああ出てきましたねボス、まあ、ちょっとまあこのボスのまあ名前がわかんないですけど、多分なんか亡霊っぽいような感じかなと思いますね。で、多分もうじきしたら1か、まあ、この多分亡霊なのかな、HP のバーが出てこないんでね、ちょっとまあどれくらいダメージを与えてるのかわかんないですけど、ちょっと電気つかないかな、電気というか周りが見えるようにならないかな。で、まあもちろん出れなくなってはいるので、これでそうですね見えるようになりましたね。まあこうなってくると、この中の亡霊ですかね、ずっともう外周とかですかね、ぐる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 もう回り始めるんですよね。まあそれなので最初、まあ、あったトイレとかももう入れなくなって、まあ、こういう風に近づいてくると。で、まあダメージ的にはまあ1とかなんでね、お、出てきた出てきた、これが多分乗り移ってるような感じなのか、それともまあ2人で1人なのかちょっと分かんないですけど、さてどこに行ったかな。多分どっかをぐるぐると回ってるはずなんですよね。2階かな、もしかして、あ、いた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 。で、これ雷が鳴るとね、ちょっと移動が遅くなるんですよね。待て、こんちくしょう。あ、反対からちょっと出待ちしますかね。なんか外の景色見てますね。
おっと、珍しい、2人に分かれた。これどっちを攻撃すればいいんだろう。お、珍しいですね。これで OK かな。で、多分もう何回か攻撃すると、さてどこに行くんだ。先回りして、またあっちから来るみたいなので、ちょっと待ち構えましょうかね。さあ来い。これで、まあそうですね、何回か攻撃するとこの白いボックスみたいなのが出てくるので、これをどんどん壊して回らないといけないんですよね、今度は。さて、1階は、あれだけだったかな。そうですね、多分2階ですね。まあ2階のあのテーブルとかですかね、このこういうふうな角にテーブルがあるんで、あっちにも確か1個か2個ぐらいあったはずなので、まあそっちをちょっと壊しに行きましょうかね。あったあった、あれですね。それで、あとは2階のあの階段のところだったかな、あっちの部屋と、まあ3階に目玉がありますね。で、この奥のところですね。あったあった。多分これで最後かな。おお、そうですね。で、あとはもう敵を攻撃ですかね。まあボスを攻撃すると倒せると。まあ、この時も多分ダメージも変わらないですね。結構耐えますな。まあ HP バーが出ないんで、ちょっとどれくらい、まあ、あと攻撃したらいいのか分かんないですけど、でもまあ、あ、クリアですね、これで。 OKOK、 これで通常に戻りましたね。そうすると、まあ、新たな道が開かれると。オッケーオッケー。さて、どうしようかな。まあこれだけ持ってきてるんでね、まあ、毎回毎回なんですけど、ヒューズも持っていきましょうかね。あともうヒューズだけかな。3本かなぐらいあるので、まあそれだけ守って帰って、あ、そっか、多分あれ開けてたら入ってくるな、雲が。外からかな。今このヒューズを回収して、まあそうですね、持ち帰れるあのお宝っていうんですかね、この、まあ、ダンジョンの中ではもうキーアイテム的なものはもうこれでもう全てだと思うので、とりあえずまあ持って帰りましょうかね、記念に。で、こっちには何も入れてなくか。危ない危ない、日誌がまだ入ってましたね。よいしょ。あとはもうクマがねちょっと入っていろいろ悪さできるようにしておきますかね。さて戻りますか。で、まあそうですね、まあ、次回からは今度は氷の世界かな。
まあね、やっぱり氷の方になってくると、まあ、また新たなステージになるので、まあそうですね、今の状態で、まあ、どこまで通用するのか、また一段とやっぱり敵も強くなってそうなのでね、まあ、ちょっとまあ次回ですかね、まあ、そっちの方に行きながら、まあ、敵とのまあなんていうんですかね、その力の差っていうんですかね、がまあどれくらいあるのかっていうのをまあ確認しながらで、鍵松明ここら辺りに置いといて、そうですね、これで大丈夫かな。あ、そうか、チェスト、洋館の宝箱、あ、レベル3が手に入ってるんだ。さて、そうですね、ちょっととりあえず体力回復させて、まあ、結構ね、金塊もリンゴットもだいぶ溜まってはきてるんですけどね。まあ、今回も食料とかでしか使えないんでね、あれですけど。さて、でそうですね、まあ、次回、まあ、ちょうど、向こう側ですね、まあ、あっちの扉が、まあ、開いたので、まあ、氷の世界の方ですかね、ちょっと出発してみようかなと。まあそれなので、まあ、次回はそうですね、ちょっとまあ氷の世界といってもね、行ける場所が4か所ぐらいあるので、まあまあそうですね、ちょっとフィールドの敵とのまあ戦闘力、まあ、戦闘力というかまあ力の差ですかね、まあ、それをちょっと確認しつつ、まあちょっと今の状態でまあどこがまあ適正というか、まあ、どこのまあダンジョンですかね、だったらいけるのかっていうのをちょっと見極めながら、まあ、次回ですかね、やっていこうかなと。まあとりあえず今の状態で32なので、でもどうだろう、前の時もまあこっちの、まあ、第2の村ですかね、来る前にも結構、まあ強くなってる状態で来て、まあ、こっちにのダンジョンですかね、火山であったり、まあ、図書室ですかね、図書館とか行ったりして、まあ、結構まあ強かったので、まあもしかしたら今32でもまあ氷の世界では全然通用しないかもしれないんでね、まあ、次回ちょっとまあそれをいろいろ確認しながらやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。